2012年9月8日、突如としてこのような書き込みがなされた。平和なまに書き捨て。正教の荒廃に加入している。不在の時は鍵のつく箱に入れてくれる。ここまで前提。ちょうど買い物に出ていた時に配達が来てて家に帰った時に箱の前でゴソゴソしてる人影確認。先月引っ越してきた途端ヤバいことで有名になった同じマンションのダブルさんの奥さん、子持ち、で、手にはどう見てもうちの生協購入しなが。何してるんですか、と聞くと。自由にもらっていいらしいですよ、あなたもどう?とニコニコ。いやそれうちのだし。普通に金の子で鍵壊してる段階で犯罪だし。とりあえず警察。と言うと、金切り声上げて、手近の商品1個持って逃げ出した。ノコギリ。そんなもんマンション隅で持ってる人珍しそう。7つ道具の一つとして持ってんのかな。自由にもらっていい、と来たか。その発想はなかったな。それを私の後ろで見ていた娘。持っていかれたのが、楽しみにしていたお菓子だったので。マルちゃんもお菓子返してー。と叫ぶと止める暇もなく、追いかけて商品の一つをぶん投げた。やばい、と思ったんだけど、見事 W ママの足にクリーンヒット。最初の規制でご近所の方が何事かとわらわら出てきてた目の前で見事に転んだ W ママさんは、取り押さえられてドナドナ。そして私は娘にお説教。腹が立ったからと、人に物を投げつけてはいけない。泥棒でもやっちゃダメ。もしも頭に当たったら大変。と叱ると。だけど当たったの足だもん、と拗ねたのでさらにお説教。顔見知りのご近所浜田演じ出しと言ってくれたが引っ越してきたばかりで、これだけ娘の顔が知られているのはその特技のためなんだよね。娘が投げたもの、350ml の炭酸飲料の缶1ダースが入ってるパック。そんなうちの子は、以前もこちらでお世話になった来年小学生になる怪力娘です。支援ついでにどうやばいのかも詳しく。ちょっと田舎なんで、玄関に施錠しない家が多いんですが、その家に上がり込んで、勝手にお茶入れて物食べる。人の畑で日中堂々と農作業の格好をして収穫してお持ち帰り。人の家の表札を剥がし、近所の質屋に持ち込むなど気のつく行動が多いんですが、おまわりさんが甘くて。W ママ、旦那いるの?あと、6本パックじゃなくて1ダースなの ?1 ダースです。大人でも両手で持ちます。そなってる。娘そなってる。流儀も時に法儀で木で持ち上げた子なのね。そして一気をつ。覚えてていただいてありがとうございます。その後、髪を切っても力は失わず鉄棒にぶら下がり懸垂30回の記録を持つ子に育ちました。すいません、今缶見たら 350ml じゃなく、280ml でした。1ダースだと随分重さ違いますよね。350って間違えたから嘘っぽくなっちゃった。勘違いでした、ごめんなさい。280×12=3360g、水の場合、ペットボトル 1.5 リットル2本以上、十分重い。そんなに重いのか?ダブルママのパクったのがお菓子詰め合わせパック ×3 の入った袋だったんで大きくてヨタヨタ走ってたから、最初は当たったとは思わず単に転んだと思ったんですが、足にあざができてたのと、缶がへこんでたので多分当たったんだろうと。おつ、おめぐりが甘いなら、警察署や県警に苦情入れるのもありかと。個人的には泥棒なんて頭に当たって死ねと思うが、教育的にはそうもいかないわな、親って大変だな。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。